皆さんこんにちは、ぶっこうです。今からの金太郎を掘りたいと思います。金太郎はこんな感じに、ちょっともうあらかじめ絵を描いてみたんですけれども、もっと本当は丁寧にきっちりと描いた方がいいんですけども、まあ、大体分かればいいかなっていう感じで書いてます。それでまず絵を描いて黒く塗りつぶしたところ、そこをまずは彫刻刀で削り落としていきます。こちらもそうなんですけど、糸のこであらかじめ輪郭線をカットした方が、まあ、削りやすいは削りやすいんですけれども、まあ、彫刻刀でちょっとやっていきたいと思います。多分いきなりこう90度直角で落とすよりも、こう斜めに落としてこう垂直にカットするというか、斜めに落として徐々にこう垂直に90度こう角度つけていく。こっちはまあ僕のこのやり方が結構こういうやり方を多用するんですけれども、まあ、こちらもこんな風に斜めにカットして、90度垂直に落とす。ここも同じように斜めにカットして、垂直に入れていく。
まだ黒い塗りつぶした部分は残ってはいるんですけれども、あとはもうこう全体的に丸めていくような形で立体感を出していきます。で、こういう人体とかこういう複雑な立体構造をしているものっていうのは、これもまたどこを掘らないようにすべきかというところ、例えば腕でしたら、おそらくこの辺りが一番、この横幅が一番広いところ、ここと足先で打ったらこの辺ですね。この辺、肘はこの辺かなっていう感じで、あとこの手の流れ、おそらく肩は耳のちょっと後ろ側なんですよ。ですので、こう来て、で、手はこう前の方に来ますね。肘まで来て、こう、まあ流れで言えば、この鉛筆で流れを表してるんですけれども、同じようにこちらも耳の後ろぐらいに肩があって、肩から腕が肘まで伸びて、そこから腕へとつなが、腕というか手につながっていく。で、顔は鼻先が一番出っ張ってますので、鼻先がを切らないように、鼻先はこの辺ですね。ちょっと髪の毛がこの辺にあったんで分かりづらいですけれども、この鼻先を注意して、あと鼻は掘り進めながら上に移動させることはできるんですけれども、鼻先を下に沈めることはできない。鼻の位置の下の位置に下げることはできないんです。上に持って上がることはできるんです。ですので、この鼻先は多少下から削って、掘りながら徐々にこの鼻先の位置を上に上げていくという感じで掘っていきます。目も同じように、だいたい上には持ち上げることができるんです。口も。ですので、あんまり下すぎると、ちょっと形が、バランスが分かりにくかったりするので、まあ、若干下ぐらいですね。まずは顔から掘り進めていってみます。掘り跡っていうのはできるだけ細かくならないように、この面を最大限大きく残しながら形を作ると、結構なんというか彫刻の荒々しさが出て、結構造形的にも面白かったりするんですよね。ですので、こうこう、ちんま、こう、なんというか、細かく掘らずに、一発で掘るんですけれども、同じ面を何回いってもいいですよ、同じ面を。ですので、一面を大きく仕上げていく。で、次に、ちょっと鼻先出そうと思ったんですけども、ここがあまりにもボリュームがありすぎるので、今度、腕を掘っていきます。腕はこの手の流れを意識しながら掘ってます。同じく反対もこの手の流れを意識しながら掘ってます。
次は顔の表情を作っていきたいと思いますけれども、まあ、先ほどお伝えしたように鼻は少しやや下の位置でちょっと切り込み見えますね。鼻の下目を彫りますね。首はほぼ見えてない感じですね。ですので、あまり顎の下はあまり首を出そうと思ってこう深く掘らないようにした方が子供らしいふくよかな感じが出てきます。
これ初めて咽頭以外の彫刻刀を使います。まず最初に顔の表情なんですけれども、鼻と目の間を斜めにこう削って、目の形を同時に出していきます。鼻もちょっとずつ上に上げていきます。少し下側から掘っていったんで、で、子供の顔なので鼻と目の距離をだいぶ近くに設定しています。大人の顔になってくると鼻と目の間の距離が長くなるんですけども、子供の場合は結構近づけすぎるんじゃないかというぐらいかなり近づけても大丈夫だと思います。顔の表情は咽頭と小さな丸と、で、咽頭時代の小さな平頭と小さな丸頭で表情を作ってます。前髪は後でこう薄く刻みを入れて、まあ、筋を入れて刻みを入れるんですけども、それでこう髪の毛を表そうと思いますので、特にこの段階では境目をつけないようにしています。
髪の毛の前髪なんですけれども、前髪はあまりはっきりとわけずに、この線だけで薄く仕上げるような形ですね。ピントをまず髪の毛の線に沿ってこう切り込みを入れたら、横から薄くこうさらえるという感じですね。
金太郎の金という字なんですけれども、その外側の丸はこういった大きな丸刀を使ってこう押さえるような感じで上から、そうすると綺麗な丸のラインが出ます。ちょっとこの丸刀に比べたら少し丸の大きさが小さいんですけれども、彫ってる。それはもうこう動かしながら合わせていきます。それかこういった印刀を使ってこの丸のラインをこう筋を引いていく感じで、このラインに沿って筋を引いていきます。で、切り込みを入れたら、その外側をちょっと落として段をつけます。続いて中の「金」という文字なんですけれども、こちらも金という字を浮かせるか、もしくはこう掘って沈めてしまうっていう手もあるんですけれども、まあ今回はちょっと外側を掘って金という字を少し浮き彫りのような感じに浮かせます。
こんな感じで大体できました。あとはちょっとこういったささくれだったところを削り取って、まあ仕上げていきます。髪の毛の部分のこの粗彫りの跡なんですけれども、こちらはできるだけ残すような形で仕上げています。
あとは、だいたい昨日、ささくれだったところを仕上げましたので、まあ、これで完成という形にしていきたいと思います。まあ、もう少し放っていくかもしれないですけれども、翌日になると、やっぱり、ちょっと掘り足りないなと思うところが出てきますので、また気づきましたらそういうところも修正加えながら、まあ、最終的な仕上げに近づけていきたいなと思います。こんな感じですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。